こんにちは、宮部です。現在ですね、ことぶき屋のレイブレードインパルス制作中でございます。今回は塗装に行く前にちょっとディティールアップをしていきます。ことぶき屋から発売されているペカサプライディティールカバーと X アーマー、ヘキサギアはプラモデルであると同時にブロックトイでもあります。なので自分の好きな形に組み替えるができるように、至るところに接続ジョイントがついてます。もともとこのデザインが好きなので、なるべくこれを崩さないように、さりげないぐらいのディティールアップで完成度だけ底上げした仕上げにしていこうと思います。早速開けてみたんですけど、このイクサーマーでかすぎるんで、ちょっとこのレイブレードインパルスには使えないですね。ディールカバーの方だとちょうどいい大きさのギアいっぱいあるんで、もうこっちだけで作っていこうと思います。とりあえず使いやすそうだなと思ったのが、ここの B ランナーの3番、20個もついてる。一旦全部ディティールこれでつけていってみます。出来上がりです。とりあえず全部 B の3のパーツはめ込んでいきました。ほとんど見えないけど奥まっている部分は C の8と9で埋めていきます。スカスカになっている部分が埋まってかっこよくなってるんじゃないでしょうか。今回はここまでです。次回は塗装していきます。また見てください。バイバイ。